蓮球児のミキさんのところにお邪魔しております。これが伏見稲荷の鳥居から落ちてきた、ミキさんの刀が落ちてきたんですよね。そうです。これを手にした者は家を建て替えることができると言われてるやつですね。横はちょっとなんかお祓いというか、ご供養してくれと言われてる謎の数珠、何者かが送ってきたそうです。これ、触っても大丈夫ですか？はいはい。こんなの上から落ちてくるんですか？どうなって落ちてくるのかわからないですで、し、ポンと落ちて、ミキちさょうん、どね、それもその話をしてる最中なんですよ。これ拾ったら、拾ったら家建つよって金も、家建つでって。で、本堂を建て直したいのかな。その模型を少しやってみました。さあ、皆さん、これが落ちてきた時は持って帰りましょう。家を建て替えることができます。ただまあ登るのもまあ無理でしょうけども、上って引き抜くってことも無理ですし、無理ですよね。なぜ落ちてくるのかは分からないんですけどね。でもちょっと刺さっとった跡ありますよね、これ。これ摩耗してますね。ああ、そうですね。これ引っ張ってないですよね、私。バーンって引っ張りました。ということでした。はい。